病棟国家公務員共済組合連合会、横須賀共済病院は、神奈川県横須賀姉妹が浜通に位置する国家、公務員共済組合連合会が運営する病院。がん診療連携拠点病院、中産規母子医療センター設置病院、救命救急センター設置病院、地域医療支援病院、神奈川県災害医療拠点病院、医師の卒後臨床研修指定病院、 神奈川 D マット指定病院でもある。1906年に横須賀海軍交渉職員の診療を目的として開設。第二次世界大戦後、職域病院から一般市民に開放し、横須賀市50万人の人口を要する三浦半島における中核病院として数々の名称変更を重ね、現在に至る。ビジョンは高度急性期病院であることと、 マグネットホスピタルになることの二つ。先端医療、癌治療、救急医療をはじめとする診療密度の高い医療を提供しており、診療ボリュームは全国30位。2004年3月31日付で、地域医療支援病院としての承認を受け、紹介診療を中心に行う。基本的にかかりつけ医からの紹介状が必要。二千十一年三月十三日。 神奈川 d マット指定病院に指定。東日本大震災においては、神奈川県知事より、病院協会を通じて、被災地内の避難所への派遣依頼があり、2011年3月16日より、福島県相馬郡新地町で、救護活動などを行う。経営危機に陥った2013年から、経営戦略を組み立て組織を改革し、 診療の質と経営の質の高い次元での両立を目指し、高度急性期にリソースを特化し慢性期機能は生育なしに削減に成功。高い診療単価と新入院患者数の増加が実現し、財務体質が強化された。過重労働の軽減とインフォームドコンセントの改善を目的に AI テクノロジーの導入を図り、 2018年より内閣府の戦略的イノベーション創造プログラムの AI ホスピタルによる高度診断治療システム事業の公募に採択され病院の IT 化 AI 化を推進した COVID-19 対応では診療では神奈川モデル PCR 検査では横須賀モデルの中核として機能している看護師採用サイトをいち早く公開したり 主要都市での病院説明会や採用試験を北海道や仙台などで実施するなど全国規模で看護師の採用を積極的に行っている。平成22年4月から努力義務化された新人看護職員の臨床研修などもいち早く対応するなど新人教育にも力を入れている。内科下科教部下科その他施設基準届出事項2010年4月1日。 現在1909年に日本赤十字社神奈川支部によって設立された看護婦養成所を前身として1919 19年海軍共済組合横須賀病院看護婦養成所が設置された。以来、名称や制度の変更を経ながらも90年余りにわたって看護師の養成に尽力してきたが2007年度で学生募集を終了し、 2009年3月31日に閉校。学務は湘南短期大学看護学科に承継された。ありがとうございます。